ありがとうございます。うどむさん、クリスマスツリータワーありがとうございます。タワー、猫耳あるよ。お話し会追加します、ありがとうございます。猫耳あるよ。猫耳したらせっかくの編み込みアレンジが見えないけど、あるよ。猫、こんばんは。猫です。クリスマス24、夜だけ参加します。夜だけ？昼外れた？そう、いつもの背景、いつもの背景です。今日はね、事務所にプレゼントを取りに行きましたけど、溜まってたからまだ検閲が終わってなかった。さすがクリスマス。ヤスルパンさん、クマありがとうございます。ほうってまだ届いてなかったや。いつ送ってくれたんだろう。溜まってた、段ボールがでも結構溜まってたから。たこ焼き作りご苦労様でした。たこ焼き作り、んーんー、やあ、これ滝野由美子さんの非公式ストーリーブックみたいなのもらってきた。すごっ、ファンの方が作ったやつ。たこ焼き食べた、食べた、まとめて。そう、事務所に取りに行くの。こんばんは。ワイももらったね、すごいね。卒コンでもらったんかな。そう、すごい厚み、そう、すごいよね。スペシャルセンキュー、応援コミュニティの人の名前入っとるわ。すごくね。本の香りは薄い。ヨビリンさんの活動が詰まった本みたいな、すごーと思って持って帰った。こんばんは。つなさん、ゆきありがとうございます。やすべさんもゆきありがとうございます。懐かしい、これのイメージある。少年マガジン、すごい。これのクリアファイルあるや。これ選抜総選挙、うちわもある気がする。すごいね、後で見よっか。夢って出てきそう。誰が？たこ焼き？やすべさん、ゆきありがとうございます。うどむさん、スノードームありがとうございます。雪にかも作ろうかなって
どうしよう、薄かったら。ゆきりかのヒストリーブック両面印刷みたいな、1枚ありゃ。女優ライトが消える。5ページはあるよって。リアルリアル。でも意外となんかいろいろ経験してきたなってこの前思いました。振り返ってみたら。やすべえさん、タワーありがとうございます。タワー、そう、選抜面じゃないメンバーにしてはいろいろ経験してきたなと思って。ランウェイでしょ。あ、でもこれファンの方の力だけど、今言う、今のやつはランウェイも歩いたし、モデルもこれもやったし、地上波も出たし、地上波なんかあったかな、いろいろ。給料のために入らないでくださいって。え、ゆきりかヒストリー、そう、スーパーサブ、そうですよ、地上波出ましたから。あと落語したし、そう、ランウェイ歩いたんだと思って。ランウェイ歩いてなんか TGC のやつも行ったんですよ、七並べのやつの撮影で。七並べのオリジナルグッズも出したし、 CM ナウさんの表紙もしたし、ターン情報もそうね、してるし、意外とね、で、あともう一個ね、結構いいことが12月にあるので楽しみ。ランウェイ、CM ナウンスをまだ買います。ボブの私でもそんな大したことではないですよ、そんなね、多分どんぐらいかは分からんけど、私的にはすごいけど、そんな期待させるものでは、主演ドラマそんなんじゃないです。微妙だな、そう思ったら。いいことなんだけど、そんな何かの出演とかではない。あ、そうだ、ヤンマガもそうだ、ヤンマガ、私的にはいいことだけど、別に何かに出るわけではないから、主演とかそんな何かに出るわけではない。まあお楽しみに。何かが決まったわけ、決まった、むずいな、何かに出るとかではないです。地上波でもないです。太鼓の達人じゃないですよ、太鼓の達人じゃないですよ。いや、写真集はあるわけないでしょ、あるわけないでしょ。3人3人って何？何か賞でももらえる。あ、でもまあそっち系かもね、そっち系ですわ。なんか決まった、そう、なんかに出ないよ、舞台とか出ないよ、舞台とかじゃないですよ。やーくん
ゆきありがとうございます。ショールームアワードは違いますね。まあ秘密。ショールームアワードは絶対リコチ予想。12エンドは気になる。12エンドって何？あ、1エンドだった。イエーイ。ね、もう全部ね、持っていきましたからね、リコチが。女王系をアイス以外。ショールームアワード候補にもなってないかな。私は去年はなってたけど、候補みたいな候補。 MM さん、ゆきありがとうございます。くまっちーさん、かわいいギフトありがとうございます。ジョジョ園まだ思った、欲しいなって思ったけどまだだった。今日事務所行ったんやけど、さすがにまだだったわ。冬休みに食べたいよね。まだだった。早くフルーツも食べたいな。お肉も、正月にお肉食べたい。もしかしたら間に合う。ひにこです。あつしさん、ゆきありがとうございます。明日の配信は朝じゃない、12時でやります。12時、あ、土曜日か。まあ12時にするか。ゆっくり寝たいよね、休みの日でも。萌えさん、雪だるまありがとうございます。12時、そんでカラオケするの明日はがっつり。12時、19時、22時、12時にしよう。私も寝たいしとか言って、朝はする必要ないかもね、土曜日。12時でいいや。そう、夜はがっつりカラオケをするんだけど、9時からさ2時間半がっつりやるんと、それとも1時間1時間半ってやるん、どっちがいいかな。9時からまとめて2時間半ってやるんと、1時間1時間半で2枠。マコリンさん、ゆきありがとうございます。ソロコン決まった？どういうこと？決まるわけないでしょ、私が。決まるわけないでしょ。誰が来てくれるの？何すればいいの？つなさん、ゆきありがとうございます。宗弘さん、ゆきありがとうございます。二部制にしよっかな。じゃあ19時と22時。なんとなく分かりました。絶対分からんよ、そういうのさ言ってくるけど、みんな絶対分からん。え、そこみたいな、え、みたいな感じのことなんで。そう、10日まで、あと2日。19時と22時、違うと思う。花関係ない。花絶対予想つかないことだから、え、みたいな。こんばんは。花だれ。そう、
想像がつかないことだから。ひでひでさん、雪ありがとうございます。落語、落語でも寒っ、寒っ、急に。うどむさん、スノードームありがとうございます。センターのわけないでしょ。ヒーターつけてる。カイトさん、レインボースターありがとうございます。エイメンのテレビのレギュラー決まったって。あ、まあ近いけど、まあ秘密、これ以上は秘密です。それが一番近いけど、なんか、ヤスルパンさん、雪ありがとうございます。そう、半袖、まあ秘密、近いけど。寒すぎる。雪理科散歩の出版、愛媛の観光大使、どうでしょうね。すごいね、それは。まあ秘密です。発表を楽しみに。こんばんは。何も匂わせないよ。リチャさん、雪だるまありがとうございます。雪だるま、ライラックさん、雪ありがとうございます。匂ってきました。まあここまでね、ここまで質問されたらちょっと匂うけど。リンゴさん、メリークリスマスありがとうございます。うどむさん、スノードームありがとうございます。寒っ。たこ焼きの匂いがする、すんごい。さっきまで換気扇もさ、ガンガンつけてたんですけど全然取れない。匂うね。ウインクください。ムーランさん、雪グマありがとうございます。クマ雪。あ、メリークリスマス3つありがとうございます。キチネさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ミギヤくん、ありがとうございます。窓開けんといかん、寒いな。それはファブリーズ、確かに。ファブリーズ確かに、消臭のプシュってするやつ、ファブリーズかね。毎日ウインク来る。1から18までの中で好きな数字、1です。こんばんは。寒すぎ。そう、一番の1です。1。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。まだ盛り塩してる。そう、半袖の、しかもコスプレだから、このペラペラのさ、ペラペラの布。あ、馬の番号？馬か。え、洗濯難しくないよ。全然洗濯機に突っ込む。
押さえたら痛い。じゃあカラオケしようかな。残り30分ぐらいなので。え、電気ストーブ入れてる。足元はあったかいけどまだ上までは来てない空気が。これでもそんな普通のワンピースで結構しっかりしてるから型崩れしないし、普通に服と一緒に洗う。今ねサンタコスを探してて、さっきずっとネットで探してた。今日ドンキでも見たんじゃけどね、なんか探してる。そう、攻め攻めやけどさ、なんか見えちゃいかんけんさ、難しいなって思って。どう攻めるか。ブラックサンタ、え、赤じゃなくてもいいの？逆に黒のなんかいい感じになったの、腹出しミニスカみたいな。でも黒やなと思って。何色でもいい、白でも黒でも。日曜日に絶対赤着るから、確かに逆に。そう、胸元は出せないからもうお腹とかを出すしかない。攻め攻め。福岡は自前じゃない、16日のお話し会が自前です。お話し会受付中です。どうですか？ゲームから仲良くなった証に。ハメにした気する。あ、そう、今受付中。どうです、ゆきりかのお話し会デビューね。1枚とかでもいいですよ、デビュー。コスプレとかも結構してますし、結構気合い入れてます。お話し会はちゃんと小道具まで揃えてやっております。気合いも入れて。じゃあ歌おう。1枚か、お試しだったらいいです、1枚でも。なお、みんな もっと話そうよ。お試しは1枚から。よいしょ、刺しました。あ、そう、お試しサンプルです。1枚からお試し期間。じゃあ息しようかな、歌いやすいから。息無料、2ヶ月無料はありません。返品交換もありません。確かに1枚やったら一瞬で切れるけん、確かにもうちょっとね。まあまあ、でも最初は少なめから始めていただいていいなって思ったらまた来てください。こんぐらいかな BGM。 サンタです、サンタだ、サンタさん。あ、できる。
さんがいるカラオケの時だけ。編集長さんね、面白くなった途中で、いつもカラオケだけ、カラオケのタイミング、昨日も一昨日はしてないのに、また歌う、また歌ってる。え、カラオケ始まった瞬間に来る。そう、こんばんは。恥ずかしいわ、そんな歌聞かれたら。こんばんは。歌を聞けて、すごいですね、タイミングが。いつもカラオケ配信の時だけ、ほぼほぼカラオケしてる時。こんばんは。そう、今日も偶然カラオケ、しかも1曲目。まあ明日もするけど。トレンド入りしてる？なんでだろう。たこ焼き？トレンド入りしてる私。狙ってないですよって。そうですね、運命ですね、これは。私の歌声と運命です。狙ってない。そうだよね、たまたま開いたら歌ってるんだよね、私が。トレンド後で見ようと。次何歌おうかな。IC ですか。これは猫耳ですか。そうです、猫耳メイドです。さっきね、たこ焼きを作る配信をしまして、なのでメイド服なんです。猫耳、そうです、猫。そう、料理配信をしたので、たこ焼き作ったのです。なのでメイドです。何歌おう。 IC で、 IC ですか。歌いますよ。うーん、選曲、選曲。ガラス瓶、じゃあ次ガラス瓶いきます。次ガラス瓶歌います。とりあえず、みんなカラオケしてるの？
ゃ自分の気持ちに素直になる大事なのは一つだけボウボウボウ君のことが好きだIC でした。ガラス瓶は最後にしようかな。ワルキー行こうかな。ワルキーどんなんだったっけ。パチパチ紛れてパチパチ。海の色は入ってないですね。パチパチ。いや編集長さんに見られてたらいつもより歌が下手になるいつもより歌が下手になります。そんなねそんなお偉い方の前で歌ったら下手ですよ。声が出ませんよ。ね、下手ですわ。あかんですわ。まあまだ2曲目なんでね。声は出ませんよ。ふふ。じゃあワルキーです。替え歌はしませんよ。歌えるかな。
でも本当はそんなことないけど、じっと見つめ育ててあげなきゃ、何にも釣れないわ。どっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれて頼まれるように、青き腹筋はありませんか？すごい嬉しい、乗ってくれてる、優しい。髪をかき上げながら試すように何のを見るわ、青き失礼しました。ペコリ。ミルキーさんにも歌ってもらったことな ないですって。いや、歌う人いないよね、そりゃ。みんなが悪ノリですわ。ありがとうございます。優しいコメント。失礼しました。ペコリ。ありがとうございます。筋肉はありません。ありがとうございます。次なんだっけ。あ、夢をガラス瓶の中にと後悔か。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。夢をガラス瓶の中に。それではあと2曲、あと2曲です。やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ。
街は七つの海越えた彼方にあるのかな。世界の果てが見えなくたって大丈夫は自然の意志は中くしゃみ出そうだった。耐えた。ハクション。あと1曲ですね。君は何を後悔するのかで締めようかな。止めるかと思った。いや耐えましたよ。ギフトありがとうございます。ハクションくしゃみ歌えてよく頑張った。寒いよ、だって半袖だもん。あと9分だ。後悔いきます。トゥン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 。あの電気ストーブはつけてる。電気ストーブはつけてますよ。電気ストーブはつけてます。よいしょ。いいは。サービスありがとうございますって。サブー。安心してください。つけてますよ。ってことでラスト1曲。
いきまーす。腕は寒いね。なんて美しい。ありがとうございました。終わり。カラオケこれ終わったらエンディング流れるイメージ。エンディングこんぐらい。ありがとうございました。今日一日くしゃみ大丈夫ですかってね。もう暖房もうぬくぬくになります。この後鼻がブズブズしてますが、ね
ありがとうございました。今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。これ声聞こえますかね、 BGM 流してて。青木さんありがとうございました。30分ぐらい見てくれましたよね、私の配信。ありがとうございます。あ、聞こえてる？よかった。そう、お見送りのありがとうございました。本日も本当に3時間ありがとうございました。たこ焼きもトレンドに入ったみたいなので、みんなもツイートしてね、感想ぜひ。よかったよーって。そう、編集長さん30分ありがとうございました。ギフトもありがとうございます。男女を読みます。え、そっか、まだいてくれてるのか。13位 MM さん、12位リチャさん、11位タケルくん、10位アキアンさん、9位カイトさん、8位リンゴさん、7位ミキヤくん、6位青木編集長さん、5位ヤスルパンさん、4位ムーランさん、3位キチネさん、2位ヤスベイさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。タコありがとうございます。ってことで終わります。23時で終わりなんで、もう30秒。ありがとうございました。今日一日投げほっぺです。必殺技。ということでおやすみなさい。1週間お疲れ様でした。金曜日ありがとうございました。明日は昼12時からです。12時、夜はカラオケまたね、ありがとうございました。